さあ小野君、はい、ついに始まるね、はい、DGS 史上最大の旅の始まりです。ちなみに僕ら今どこにいますか？成田空港。成田空港といえば？成田空港といえば、そう、キャセイパシフィック航空のですね、今チェックインカウンターにいます。そうなんです。成田空港といえばキャセイパシフィックなんですよ。すごい唐突感ありますけれども、はい、僕らの中でも当たり前なんですよ。そうです。成田空港イコールキャセイパシフィック。行こうかって話なわけですよ。おう、どこだ。いやだって成田空港でしょ。まあそうですよ、世界の窓口ですから。そうです、いろんな場所に行けるんです、はい、その中で俺たちが行くのは香港。何なんだろうねこれね、オープニングからこの茶番はね。そうね、確かにね。まあこれから我々がですね、うん、何をしに行くかっていうのは、うん、まあ、おいおい説明することとして、まあ、そうですね、はい、とりあえずですね、うん、香港に行きます。いや、どうですか神谷さん、香港は。まあでも行ったことあります？行ったことないです。あら、奇遇ですね。僕もです。中国自体はあの上海、あ、上海ね、行かせていただきましたけれども、ね、なんかね、うん、香港っていろいろ他のその中国の場所とはやっぱ違うみたいですよ、いろ、うん、んなことが。言葉とかもそうですし。そうだよね。そうなんです。だってニーハオじゃないんでしょ。ニーハオじゃないです。そうなんですよ、ネイホーらしいです。勉強してますから、ちゃんとですか。ちゃんと僕予習してきましたから。もう一回お願いしてもいいですか。ネイホー。はい、まあ、僕らですね、まあ、一番肝心なことはですね、 DGS 的に初海外進出なわけですよ、はい、うん、そうです、はい、そうなんです。唐突ですけれどもね、うん、まあね、確かにね、まあ、ただずっと、うん、海外ロケやりたいやりたいと言ってましたから、うん、その夢叶ったわけじゃないですか。本当ですよ。なんだったらオノノートにも書いてるわけですよ、それは。海外ね、はい、そうでしたっけ。怖いね、本当に。叶っちゃうもんですね、本当。夢を見たら叶っちゃうもんですよ、はい、はい、でも本当にワクワクしてます、僕は、うん、はい。まあ、ワクワクしすぎてね、うん、小野くんはなんとパンツを忘れるという。あ、言っちゃいますそれ、衝撃の事態になってますよ、はい、今履いているものオンリーです。はい、はい、このね、初の海外進出においてですね、はい、今大ピンチです。大ピンチです、はい、僕ら今大ピンチ。替えのパンツないっていう、はい。まあただ替えのパンツない状態なんですけれども、はい、そろそろ時間なんで。フライトの、行きます。わかりました。大丈夫ですか、はい、どうなるかな。現地調達でお願いします。わかりました。僕ぐらい旅慣れてくると現地調達です。はい、大丈夫です。行きましょう。はい、ということで今から香港行ってきますんで。行ってきます。行ってきます。行きましょう。しかし、なんでパンツ忘れてきちゃうの。なんででしょうね。テンパってたんですね。そうだね。